日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら酒井コーヒーという県内の駅のお店にやってきました。ここはパンケーキが美味しいということで今日は飲んでまずはこちらのフレンチパンケーキキャラメルソース、なんか蜂蜜となんかブルーブルシロップもありましたけど、私はキャラメルでいただきます。キャラメルシロップソースをかけてと、それで続きましてはマカダミアのパンケーキ。マカダミアナッツらしい白いクリームが、ただの生クリームではないちょっともったりとした感じがしてます。どうなのかな、どんな味がしたのか気になります。それではマカダミアを食べている間に残りでしょう、ハニーバターとカナードバターが来ました。どちらもありました。こちらのこの1枚しかないのがハニーバター、ハニーというだけで蜂蜜が入りましたね。そしてこちらが仮想バターのケーキです。ちょっと書くのが悪かったかな。でおっとこれはメープルかな、結構水気が強いです。それでは書き終わったところでチャンネル登録よろしくお願いします。この甘さがまだ温かいな。それでですね、ポタッと落ちてキャラメルソースがどっか行かないうちにちょっとうまくなるものをいただきます。崩さないように慎重に、ちょっと生地がふわふわしすぎて崩さずに取るのが厳しいかな。それではいただきます。まずはこちらのハニーバターから、さっきのクリームがモリモリすぎるのでちょっと見せづらかったので感想を最後に残していただきます。最初に食べたのはちょっと他とは違うやつだから薄めだったけど、それでも美味しいし、あとの2から来た2種は天使というだけあって優しく包んでくれるようなふんわりとした食感が美味しいですね。でクリームもしっかりと味わい深いですし、バターにもコクが感じられます。このバターパンケーキに専用に作られたかもしれませんが、他のお料理でも食べてみたいなって心の底から思いますね。うちの近くにまた新たなこうカフェができてくれたこと嬉しく思います。他にもスイーツや料理がいろいろあるようなのでまた食べていきたいですね。パンケーキの新作もぜひ出てきてほしいです。楽しみにしながら今日のレビューまとめいきますよ。ごちそうさまでした。最初のようなマカダミアナッツパンケーキはクリームが一番もったりとしているので結構ふわっとした食感になっていました。でキャラメルソースもあって、まあ、いった苦味が来ているので、あまり甘すぎないスイーツが好きなのはこちらも最初の返事についておすすめです。で次に食べたハニーバターパンケーキ、パンケーキが1枚だけなので結構あっさりと食べることができて、蜂蜜の結構濃厚な甘さとバターの香りが口の中に広がっていて美味しかったです。最初に食べたカナードバターのパンケーキはいや、バターは濃厚、メープルシロップのあっさりとした甘さがよく合っていて、生地がふわふわなのでそれがシュワーッと口の中に溶けていくんですよね。口の中に溶ける、他には味わえない独特なパンケーキがとても美味しかったので、さすが自信を持って送り出していただけることもあるなと思いました。まあ、公式サイトからもかなり全面で押し出してますからね。というわけで今日食べたばかりはやはりこのカナードパンケーキがバターの香りも強くて一番美味しかったので大ヒットしたので応援させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただければ、そしてよろしければ他の動画を見ていただければ動画を拡散していただけると嬉しいです。演目終了。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。
それでは。